まず今日はね、全身撮って、でバースト。で顔可愛いから顔もアップ撮っちゃう。じゃあ今日そんな感じでよろしくね。はい、よろしくお願いします。で大丈夫です。お待たせしました、トマトジュースは。あ、ないですね。俺といえばトマトジュースでしょ。言わなきゃ分かんねえのかよ。今日帰る。駿河さんちょっといいですか。たまはいいや、この後気にしなくていいからね。できた。はい、じゃあ入っちゃおうか。はい、やつを許すな。やつの悪意はわがまま。行けヒーローマン。野菜ジュースの美味しい店。すごい。そこでさ、次の仕事の話。具現化された。彼女できたからじゃないですか。へえ。いらっしゃい。どうも。よいしょ。あっち行け。色ボケとは乗りたくない。何ですかそれ。笠井さん、現実逃避してんの。借りたなんて言うなよ。だって初めて見る人だね。バーとかやってんだって。軽薄でうさんくさい野郎。問いあるなぁ。京子さんの知り合い、なんか女の顔してる京子さん。鋭いね、アンナさん。もう残酷なほど鋭い。あの二人最近付き合い始めたらしいよ。タマちゃん、ちょっと。はい。いや、初対面ですよ。あ、実はね、前にタマちゃんが作ってくれたフライヤー見せたの。はい。それでね、ぜひお願いしたいって。新しいお店の、ウェブデザイン。若い感性で自由にやってほしいんだ。タマナミさんに会いたくて今日来たんだよ。そう言われましても。いいじゃん、やってみなよ。タマちゃんならできるって。才能あるんだから。え、そう、うん、かな。でもこれからうちの店に来ない？せっかくだから店も見てもらってね。そうしよう。二人とも何ちゃっかり来てんですか。偵察だよ、偵察。京子さんにふさわしいかどうか。ちょっと聞こえますよ。聞こえるは言ってんだよ。すいません。楽しませて。はい。いいね。頼んで。いらっしゃいませ。あ、ドキドキしてた。いらっしゃいませ。いや、だって。
楽しんでますか。はい、ね、これ今日は好きなだけ飲んでってくださいよ。嬉しい。飲んでいただきます。可愛い彼女さんにはしあ、でも驚きました。え、あ、さっき聞いて京子さんと、あの共通の知り合いがいてね、はい、一緒に飲みに行く機会があって、その時に一目惚れいや最初は全く相手にされなかったけどね。どうやって口説いたんですか。いや、彼女お店のことで悩んでたんだ。お店のことで、で相談に乗っているうちにね。京子さんも悩んだ。いや当然だよ。でもお店ではいつもパリッとしてるんで。仕事は仕事、彼女だって一人の女だ。不安を抱えることだってあるさ。でも京子さんに頼られるなんて相当ですよ。いや僕はただ惚れただけだよ。何でもいい、力になりたかった、丸ごと受け止めたいって、それだけだよ今もね。感動した。京子さんのことをよろしくお願いします。涙を飲んで。うわ、ちょっと泣くことないじゃん。だっていいこと言うんだもん。いやいや、じゃあ今日はもう目いっぱい盛り上がりましょうねえ情けないよな。何の話だ。京子さんのこと悩んでたなんて全然知らなかった。俺ヒーローなのに。まだヒーロー未満だ。トレーニング中だろ。細かいこと言うなよ。俺はただ京子さんの悩み気づけてたら何かできたかもしれないってそう言ってんだよ。人助けはヒーローの役目だろ。今からでも助けられるぞ。え？今月分大丈夫だった？なんとか。あなたに借りたから。借りたなんて言うなよ。だって返してもらうつもりはないんだ。何度も言っただろ。売り上げが安定するまでは僕が援助する。君は何の心配もいらないんだ。彼女に必要なのは金だ。ヒーローとしてできることは何もない。助けたければ金をやれ。なんだよその言い方、最低だね。そんな仕事よく取ってきたな。まあたまたま知り合いの紹介で、はい、いやそれにしてもこの社長このご時世にいろんな店出してヒットさせてる人だろ。そこの新店舗だもんな、お客さんも結構入ってましたね。あそう、はい、強しの下につけ、新居の相手だ。下手打つなよ。わかりました。強さんお願いします。たまなみさんやりましたね。たまさんすごいですね。忙しくなるよ。はい、なりましょう。あおいさん、ちょっと私と作りました。たまに任せてみませんか。いやいやいや、いや、強さん困りますよ。相手はたまを指名してるだろう。まあそうですけど。最近頑張ってるじゃない。あおいさんも認めてましたよね。なあ、たまにやらせてみましょうよ。やっぱ重いですよ。なんだよ、葵さんだって乗ってくれたのに。そろそろ独り立ちする頃だろ。待ってくれよ。俺のためでもあるんだ。え？剛さん、IS の渡辺さんからお電話です。渡辺さんね、はい。2番です。はいはい。やめてくださいよ、そういうの。え？私の身にもなってください。玉波さんの下につくんですよ。こっちも不安になります。ごめん、仕事で返信できればな。はい、
あ、いや、何でもない。大丈夫ですよ。三宅社長って明快なビジョンがあってやり手だって聞いたことあるんで。そうなんだ。知り合いのプロダクションの人で仲いい人がいて、うん、だから玉波さんの仕切りでもいけますよ。安心してください。励ましてんのそれ。あ、でも女癖悪いって聞いたんで、私が口説かれたら助けてください。そこは大丈夫でしょう。失礼な。でも奥さんも大変ですよね、そういう人が旦那だと。え、結婚してんのみたいですよ。その知り合いよく家族ぐるみでバーベキューしたりする。京子さん不倫だって知ってんのかな。知らなかったらどうする。女を騙すのは悪意だろ。俺はヒーローだ。その時は三宅社長をぶっ飛ばしてやる。彼女も知ってたらどうする。それも悪意だ。確かめるよ。聞きたいことあるんですけど。うん？あれ、たまちゃん来てたんだ。ああ、うん、こんばんは。いらっしゃい。あれ、指輪、薬指。彼にもらったの。いや、ほんとほんと。え、もしかして結婚？いや、違いますよ。早いから。あのさ、あいつ来てましたよ。顔をしてるけど、相談に乗るよ。飲みながら話そうか。奥さんいるんですよね。どこで聞いてきたの。否定しないんですね。する必要ないから。京子さんのことをどう思ってるんですか。言いましたよね、丸ごと受け止めたいって。そのつもりだよ。家族は捨てないけどね。は？仕方ないよ、京子のことも好きになっちゃったんだから。なんだよそれ。うるさい。生理中なんだけど。ごめんごめん。大丈夫か。帰ろう。送ってくよ。よいしょ。キス。なんだそれ。愛し合ってんの。人生は楽しまないとね。タマちゃん、また。待て。やつの悪意は不実だ。不実って何？私を忘れるな。ああ、
スピーカーがんじゃし。本来ならバトルの傷は現実に引きずらない。これが正義だ。本当にお店閉めちゃうんですか？うん、潮時かなって。売り上げも悪かったしね。でも急ですよ。ちょうどいい機会だったんじゃないんですか？ねえ京子さん、三宅さんと結婚するわけだし。あの人とは別れました。嘘でしょ。もともと妻子持ちだったしね。騙されたってことですか？冗談じゃないよ、ひどい話だ。違うの。結婚してたのは付き合う前から分かってたの。どういうことですか？付き合うならお店の援助するって言われてね。まあ渡りに船っていうのかな。割り切った関係でお店が助かるなら悪くないか。でも京子さん、そんな関係やめようって思ったんでしょ。だから別れたんでしょ。別れを切り出したのは向こうから。不倫は良くないって急にね。この店好きだったんだけどね。また一から頑張ればいいじゃないですか。ねえ、あの映画のさん。じゃあ、タマちゃん。はい。この間のツケ払ってもらっていいかな。ああ。4620円。細かくて悪いんだけど。ああ、いえ。今日じゃないとまずいですよね。私払ってもよ。
サンキュー。じゃあまた連絡します。京子さん、これからどうすんのかな。どうしようもないことってあるよ。でもアンナは京子さんが不倫続ければよかったと思うわけ。そういうわけじゃないけど、俺はこれでよかったと思うけどね。そんな顔するなってアンナ、元気出せってな。やはり狙われている。From our map of Gotham point of view appears widely separate.